よいしょ、よっこいしょっと、よっこいしょ。どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、あまぐり一瞬です。さあ、今日も早速動画やっていくんですけれども、はい、今日もおなじみポケモンカード、イエーイ。というわけでやっていきたいと思います。今ね、 TikTok のやってる人でも YouTube やってる人でもポケモンカードめっちゃ流行ってるからね、いっぱい紹介の YouTube とか TikTok、まあ、流れてきますけれども、まあ、甘栗氏もね、ポケモンカードハマってますんでね、ぜひね、動画撮らせていただきます。はい、というわけで今欲しいポケモンカードトップ10、欲しい順ということでね、ランキングで作りました。ポケモンカードとか全然わかんない人もね、今ね、投資のためにね、こう持っとくみたいなね、もう価値が上がるからとかね、そういう人もたくさんいますし、まあ、コレクションとか趣味でとか、あとこうバトル、カードバトル、普通に純粋に楽しむ人とか、いろんな人いますけどね、まあ、そういってね、こう YouTube 見たり、そういうの見たりすると、やっぱり影響されますよね。というわけで、今欲しい、甘栗旬が今欲しいと思ってるポケモンカードのトップ10、欲しい順ということでやっていきたいと思います。まあ、メルカリとかね、まあ、ネットとかでね、名前入れて調べれば、こんな感じなんだなってわかると思うんで、まあ、興味ある方は調べてみてね。では、長くなると思うんでやっていきます。欲しいカード順、ベスト10位、ピカチュウ&ゼクロム GX のスペシャルアートですね。これは人気ポケモンピカチュウと、あとゼクロムっていう、こうドラゴンみたいなやつと一緒にこうタッグでこう映ってるカードがあるんですけども、それがね、タックボルトだったかなんたかってパックで出てくるやつなんですけども、それがね、だいたい備品とか綺麗な状態だと、まあ5万から、まあ、7万ぐらいの価値なのかなっていう感じなんですけども、ただね、 PSA 評価って、まあ、前も何回か動画でやってるけど、こうカードにもね、こう価値があるんですけども、その綺麗な状態とか白かけっつって、こうカードがこう欠けちゃってると、ちょっと価値が、やっぱり誰だってそうじゃないですか、こうボロボロのやつよりはこう綺麗なやつ持ちたいじゃないですか。それと一緒でこう備品なんてみたいな、 PSA でも1っていう低いやつから10っていう最高グレードがあるんですけども、その10の PSA10 点のピカチュウゼクロムが欲しいなって感じで、まあ、通常だとね、5万から7万ぐらいなんですけど、 PSA の10点っていう評価、鑑定会社っていうところがあるんですけど、そこに出して帰ってきて10点でしたっていうのがね、まあ、価格、メルカリ相場とかそういうの見ると15万から20万ぐらいかなってところですね。いやー、でもなんかやっぱこうイラスト、こうやっぱこうカードでもこう絵師さんって、こう描くイラストレーターさんっていうんですか、描く人によって全然技量が違いますからね、人気の人とかだと高くなりますって感じですね。まあ、ポケモンだけじゃなくてデュエルマスターズ、遊戯王、あとワンピースとかね、いろんなカードありますけどね。まあお高いんですけど、欲しいなって思ってます。10位。はい、第9位。シールドっていうパックから出るマリーちゃんの PSA10 点ですね。まあこれがちなみに鑑定なしだと8万後半から10万、11万ぐらいかな。で、PSA10 点完璧な状態だと25万5000ぐらいから32万ぐらいしますよと。ね。1ヶ月の給料よりも多いですね。うん、どっかの会社の社長とかね、なんか役員とかやってる人とかだったらボンって買いかもしれないけど、一般の人にはね、とてもじゃないけどって感じですね。まあ、貯金貯めて買うか、どうするかって感じですね。いいですね、買える人って。そして、第8位。アローラの仲間たち、PSA10 点。これがね、大体普通だと、鑑定してない状態で、まあまあ綺麗だったら30万ぐらいかなってところです。30から40ぐらいかなって感じですね。で、鑑定で10点取ると、だいたい67万から80万ぐらいですね。で、これはなんかプロモ、普通のパックから出るやつじゃなくて、プロモーションつって、なんか別な、なんか特別な、なんかこう、販売したやつの中に入ってるやつで、なんか仲間たちシリーズつって今4種類ぐらいあるんですね。アローラの仲間たち、神王の仲間たち、翡翠の仲間たち、ガラルの仲間たちって。で、その3つは割と安めに買えるんですけど、このアローラの仲間たちがこう30万とかね、まあ、鑑定のいいやつだと70万とかこのぐらいするんですけども、今持ってるのがガラルの仲間たち、翡翠の仲間たち、神王の仲間たち。これシリーズ化してるじゃないですか。そこにこの
30万か60万かのやつがあると4セットでかっこいいんですけど、高くて買えませんいつか買えればいいなって思ってます。そして第7位、コクババトレックスの VMAX HR、 これ昔のね、四国のガイストっていうパックから出るやつなんですけど、やっぱ HR、 その昔の HR って虹色じゃなくて、なんかこうラメみたいな感じでキラ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 みたいな感じの特殊なカードにもね、光り方の加工を多分作るあれが違うんでしょうけど、すごく綺麗だなって思って、でこれは13、だいたいね、あ、これ PSA 10点ですね。 PSA の10点の場合、普通の場合だと7万ぐらいかなってとこですね。そんでも高いよね、カード1枚だよで PSA 10点完璧な状態取ると13万5千から14万ぐらいってとこですかね。じゃあ第6位、ブラッキー VMAX の HR。 これは EV ヒーローズっていう EV の、なんか EV ってわかりますか、ピカチュウみたいな、犬みたいなやつ、その進化系 EV、シャワーズ、ブースター、サンダース、リーフやエイフィーなんちゃらってこういっぱい種類いるんですけど、可愛いんですよね、やっぱりね。でやっぱり当たりの多いパックも、今売ってないやつなんですけど、その中のトップレア、一番いい当たりのやつですね。それがだいたい鑑定なしだと20万、25万とか30万ぐらい。で鑑定 PSA の10点取ると、これ一応メルカリ相場ですけど、37万から41万ぐらい。高いないカードね。まあ集めたらキリないわな。っていう感じです。そして第5位。ゼクロムの争奪戦の HR。 これはなんか争奪戦なんつうのかな、それ特別なバトルみたいなのがあった時に 数量限定でもらえるやつですね。これちなみに100枚限定ってやつですね。まあ俺はね、この SR って別な方持ってますけど、まあそれもね、30万ぐらいするのかな。でちなみにこれの PSA 10点とか、この HR、ゼクロムの HR のやつだと、220万から300万ぐらいかな。だいたい、ちょっとメルカリに載ってなかったので、このぐらいかなって感じですね。その鑑定完璧な状態で、220万から300万ぐらい。まあなんせね、100枚しかないカードですからね。まあ価値はありますよね。でゼクロムはかっこいいですから、ドラゴンみたいなやつで。そしてこっからがもう、化け物ですね。第4位、エクストラバトルの日っていうなんか大会っていうのかな、そういうのがあったんですけど、それのアセロラちゃんってカードがあるんですけど、まあ、それのなおかつ PSA 10点、一番鑑定のいいやつだとメルカリであったのが550万円から650万円。だからそのカードショップにたまたま置いてるやつもあればとか、まあいろいろあるけど、まあなかなかね、やっぱりこう一回手にしたものって人って話したくないから、多分こう持ってる人いっぱいいても出さない人もいるだろうしね。まあただあった、メルカリで見つけたのは550万と650万のありましたね。いやーカード1枚っすよ、やばいっすね。でももしこう持ってたらね、こうそれこそテレビのとこに飾ったりとかで、ね、まあでも今ポケモンカードの強盗とか入ったりするから、まあ金庫とかに入れたりとかしないとね、もう高額すぎてやばいよね。そして第3位、怪力リザードンですね。これ初版っつって、一番最初、1996年、ポケモンも今27周年とかって確かそのぐらいだったから、27年前に出たくらいのやつで、で初版、普通はリザードンって火炎ポケモンみたいな感じなんですけど、怪力ポケモンってこうエラーカードなんですね。怪力ってこうなんかマッチョマンみたいなポケモンの、説明書きが間違ってエラーで表記されちゃったみたいなやつ。それしかもなおかつリザードンっていう人気キャラのエラーカードってなると、まあえらい値段になりますわな。でその1990何年とか20何年前のカードで綺麗に残ってたらって話だから、もうボロボロのもいっぱいあるだろうからね。その中でヒカキンさんとかね、 PSA 10点の怪力リザードンなんか5000万で買いましたみたいな YouTube あるんですけど、まあ、あれですね、まあ買えませんけどねいいなって思ってる感じです。第2位、まあこれ前も YouTube 撮ったかな、ルチアちゃんっていう可愛い女の子のカードあるんですけど、これもね PSA の10点取ると大体63万から70万ぐらいの価値になりますね。これはシンプルに可愛いなって感じですね。
そして第1位、エクストラバトルの日、リーリエの PSA10 点。こういうやつですね。まあこれはちょっと偽物なんで、あのコピーカード的なやつなんで、本当あんまり見せられないですけど。これだとだいたい600万から800万ぐらいしますね。いやー、もしまかり間違って手に入った日にはもう金庫に入れて取っとかないとですね。あと生活に困ったら売れますからね。というわけで、天栗旬の今欲しいポケモンカードトップ10でした。ご視聴どうもありがとうございました。また見てねー。